西翔太騎手通算1000勝達成セレモニーを行います。はじめに西翔太騎手をご紹介します。青森県八戸市出身、2011年1月9日に鳥の姫にて騎手デビュー、同じ月の24日に黄金プリンセスで初勝利を挙げます。翌年2012年に朝日流星に騎乗し万栄ダービーを勝利、デビュー2年目で重賞初制覇、2017年に中禅が来たで、2020年には網走ルビーで万栄オークスを制するなど、これまで重賞6勝を挙げております。先週の1月29日第6レース北栄帝王が勝利し8908戦目、デビューから12年目で通算1000勝を達成しました。万栄競馬の騎士で1000勝達成は歴代26人目、現役では7人目です。西翔太騎士のこれまでの努力と栄誉をたたえまして、主催者であります帯広市より表彰状と花束が贈られます。プレゼンターは佐藤哲也開催室務委員長です。委員長お願いします。表彰状、騎手西翔太様、あなたは万栄競馬騎手としてデビュー以来日々の鍛錬と技術向上に努められ、令和4年1月29日第6競争で通算1000勝を達成されました。ここにその栄誉を称え表彰するとともに、さらなる今後の活躍を期待します。令和4年2月6日帯広市長米沢典久代表です。1000勝おめでとうございます。続きまして花束が竹澤仁万栄振興室長から贈られます。おめでとうございます。どうぞ頑張ってください。それでは西翔太騎手にインタビューを行いたいと思います。では西翔太騎手、カメラに向かってですね、まずは1000勝を達成した時のお気持ちお聞かせください。ただホッとしたいうだけです。ホットということはこれ通過点とかそういう印象ですかね。そうですね、戦勝近くなってからは、意識したりしなかったり、でも先輩たちみんな通ってる道なんで、とりあえず自分も戦勝できて安心したかなって感じです。今後の目標となるとどういう目標になりますか。目標っていうのは決めてないですけど、とりあえず次のレース、次のレースでいい成績残せればなと思ってます。では最後にカメラの向こうに多くのファンがご覧になってます。ファンの皆様にメッセージをお願いします。ここまでたくさんの方に支えられて無事選手をすることができました。またこれからもいいレースできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。西翔太騎手のインタビューでした。以上をもちまして西翔太騎手通算1000勝達成セレモニーを終わります。西翔太騎手、改めましておめでとうございます。この後はフォトセッションに入ります、準備をしますのでお待ちください。